きチャンネル。ちょ、金曜日です。ポチ。はい、ということで今回はですね、金曜日に一発で終わるというところで、火水木の3連戦ね、振り返っていきましょう。はい、ということでまずは、日本ハム対西武、8日、3対6で西武、9日0対6で西武、そして10日6対5で日本ハムということで2勝1敗で西武の勝ち越しっていうところになりましたけども、まあなかなかここで負け越すと日本ハムも今シーズンねちょっと厳しくなってきたなっていうところはね、かなり出てきたんじゃないでしょうかという中でね、8日の試合3対6で西武というところで、西武ね初回一気に2アウトから4連打で4得点グッバッティング連打、ここがね一番大きかったかなとね、初回ヒルマがね、内野安打で出てから、源田ペイトアウトになるけども、牧野センタータイムリーヒットで、外崎レフト前、中村センター前ヒットの、佐藤がレフトタイムリーツーベースっていうところで一気にね、3点っていうところではね非常に大きかったんじゃないでしょうか。そして3回でもね、マキノンの、ホームランというところで序盤ね1位3回で4点、このね、先制点の4点は非常に大きかった。日本ハムもね1回の裏に、ワンアウト満塁からマルティネスの、ね、犠牲フライで1点返してお序盤いけるかなっていうところを見せるけども、やっぱりこの3回のねマキノンのホームラン大きかったし、で4回にはね長谷川のところで、加藤ね悪送球で1点というところで、ここもしっかり止めきれなきゃいけないっていうところと、で、5回、ワンアウト満塁からね、外崎のセンター犠牲フライできっちり1点取って、まあ、6点というところで非常にね、初回3点取った後もね、着実に1点ずつね積み重ねたっていうところがね大きかったんじゃないでしょうか。まあ、その中でね日本ハム先発加藤、6回95球10安打5三振無四球6失点とね、まあ、初回ねこの打たれたっていうところが2ストライク後に打たれたっていうところがね、まあ、もうちょっと配球の中で、攻め方考えるとこあったんじゃないのかっていうね、まあ、2アウト2塁から牧野にもねワンボール2ストライクから打たれて、で外崎にもね、ワンボール2ストライクから、で中村拓也も、3ボール2ストライクから、しかもこう2ストライク追い込んでからのね、ボールボールボールで4球目、ね、で佐藤に対しても、ワンボール2ストライクからっていうね、この初回で4連打をね全部2ストライクから打たれてるっていうところにもうちょっとね対策あったんじゃないのかっていうところはありましたけどね。で西武先発高橋光成、8回116球4安打6三振2四球2失点と、まあね投球良かった時にね初回この清宮のねこの内安打ね、ワンアウトから松本がセンター前なんで清宮がね、内安打になって出るんだけども、ここでね若干ファーストにベースカバー行くスタート遅れたよね。で遅れたことによってファーストマキノンとちょっとね、走路が被って避けたことによってファースト間に合わず内安打になって、ここねすぐもうファーストに行ってたらばねもうちょっと状況変わって、ここもね初回も無得点で終えれたんじゃないのかなっていうところはね正直もったいなかったかなと。で日本ハムはね、8回、7番のホームラン、9回ね清宮のねホームランというところで点数入れるけども、やっぱり序盤のね6失点というところは非常に大きかったんじゃないでしょうか。で9日、0対6で西武っていうところで、西武先発隅田ね9回132球5安打11三振2四球無失点初完投初完封グーッとスパイラルグーからの内野、ここまで来たね。昨年はね援護点もなくね本当に連敗街道で苦しかったと思いますけどもね、やっとここでね初完投初完封本当にね素晴らしかったね。で日本ハム先発マーベルね、こちら初先発っていうところで、前回マリンでね、まあ、風が吹いててどうなのかっていうところでね、このエスコンフィールドでどうかっていうところで、まあ、ドームでもねしっかり球動いて投げ切れてたなと、ね、4回3分の2、92球、5安打2三振、2四球1失点、あ、1デッドボール3失点で、しかも自責ゼロだからね、ここなかなかね、この日本ハムのね、守備陣っていうところもねちょっとずつ考えていかなきゃいけないっていうかね、そのマーベルもやっぱ打たどっちかっていうと打たせてるピッチングの中でミスが起きるっていうところはね非常にねこのマーベルの良さを消すっていうところでは痛かったかなと。で5回表ね西武は2アウトから、岸デッドボールで昼間のね、セカンドゴロ山田がねファーストへ悪送球っていうところで、ここね山田グラブトスねこれね右手に持ち替えてもタイミング的にアウトだったんじゃないのかなと。でまあ、もう一つ言えばグラブトスでもいいよと。でその中でね悪送球にならなかったらまだワンアウト一、二塁っていうところでここまで3失点入ったかっていうところもねあるんでね、ちょっとあそこの判断っていうところがちょっとミスかなと。でその中でねやっぱアクロバティックなプレーっていうのはやっぱり日頃から遊びでもいいから、どういうふうにねどこまでしっかり練習してるか、いきなりやっても無理だからね、そういったところはまあ俺は日頃の練習まで見てないけどね、まあ、やってるとは思うけども、これ、ね、アマチュア野球してる皆さんとかね指導者の皆さん、アクロバティックなプレーねいきなりやっても絶対できないから、そういったところではもう遊びでいいから練習の中でそういうことをやっていくことによって緊迫感ある試合の中で実現できたりするからね、そういった面ではこの判断力技術力っていうところではこの大きなねミスが動いたかなと。その前にねこのダブルプレーっていうところでね、この4回ねマキノンからの外崎ダブルプレーねとか非常にね、いいところもあったしね、
この山田もね、いいところ見せるんだけどもみたいなね、ここはちょっとね、失点に結びついてもったいなかったかなと。あ、そしてね、西武はね、7回にも2アウトから、源田ライト前ヒット、ペイトンレフト前ヒット、マキノンフォアボールで2アウト満塁からね、外崎の走者一掃のタイムリーツーベースっていうところで、またこれ6点目っていうね、まあ隅田がね、しっかり投げて、しっかりね、あ、しかも2アウトからっていうね、この5回も2アウトからだし、7回も2アウトから、こうやって2アウトからでもね、ここしっかり連打が出て得点っていうところがね、西武の集中打非常に大きかったんじゃないでしょうか。で、日本ハムはね、この3回裏に先頭松本レフト前ヒットで、外崎、奈良間の時に、盗塁成功してワンアウト二塁ね、で山田ヒットでワンアウト一三塁になって、矢崎郡司がね倒れて、ここで1点でもね、この3回裏に1点でも取ってたら、もうちょっと状況がね、ひょっとしたら変わったかもなっていうところはありますけども、まあ、この試合はね、隅田が非常に頑張ったね、完封劇だったと思います。で、10日6対5で日本ハムというところで、日本ハム先発根本ね、5回72球2安打3三振3四球3失点と、まあ、真っ直ぐスライダーカーブチェンジアップね、でしかも4回ぐらいからね、ちょっとボール球多くなったなっていうところでちょっとバツたのかなっていうところはあるけどもね、無事に、しっかりね、5回を投げ切って、勝利投手っていうところではね、非常にグッピッチ、ね、で西武先発用途ね、4回3分の2 65球8安打4三振1四球6失点と、ちょっと高低緩急効かずっていうところでね、ちょっと日本ハム打線にはねやられちゃったかな、前回良かっただけにね続けていきたかったっていうところはあるけども、ここは日本ハム打線がね、あのしっかり対応したっていうところで、まあ、初回ね、ワンアウトから磯畑スリーベース、マチネス先制タイムリーっていうところでね、しっかり1点を取って、で4回の裏ね、2アウトから万波フォアボールで野村、タイムリーツーベースで、奈良間がねレフトタイムリーヒットっていうところで、前日はね西武が2アウトからっていうところあったけども、この試合はね日本はしっかり2アウトから得点に結びついて連打っていうところではね、非常にいい点の取り方。しかしね、西武は5回の表ね、フォアボール2つ、まあ、ここら辺でね根本もやっぱ勝ちをねちょっとひょっとしたらこう気にしすぎたのかもわかんないけども、ボール球非常に大きくなって、2四球から蛭間のねライトスタンドへホームラン、これ蛭間が対左がすごい強い、右が弱い、なかなか珍しいよね。でその中スリーラン打って同点になって、このまま西武ね3立てかってね、3立てじゃない3連勝かっていうところはねあったけども、5回裏にね上川田センター前ヒットで、松本のねショートゴロ、なんと源田がファンブレーラー、これダブルプレー取れたでしょうっていうところでね、ファンブレーラーからの磯畑がセーフティーバンドで、ノーアウト満塁、マルティネス三振するけども清宮犠牲フライで、万波レフト前タイムリーで、フォアボール出て奈良間が押し出しフォアボールっていうところで一気に3点、6対3とね。で西武は最終回でね、中村そして栗山のね犠牲フライっていうところで、2点取るけども6対5ね、ちょっとこのね3失点、しかも源田のミスからっていうところがね非常に痛かったなっていうね、勝たるし勝てる試合をねちょっと落としたかなっていうところはあるけども、最終回ね田中正義これピンチ作るけどもね、マキノン外崎の連続ヒットでノーアウト2、3塁ピンチ作るけども、ここからね中村栗山ね犠牲フライ2つでね2点に抑えた、これ勝てはいいからね、そういったところではタイムリー打たれずにしっかりね犠牲フライ、これ犠牲フライ OK だからね、3点取られなきゃ OK っていうところでね、しっかり犠牲フライ2本でしっかり抑えたっていうところは非常にね良かったんじゃないでしょうか。ということでね、結果は2勝1敗で西武の勝ち越しでした。続いてロッテ対オリックス、8日0対2でオリックス、そして9日3対8でオリックス、そして10日3対1でロッテということで、オリックスの2勝1敗で勝ち越し、優勝に向けてこの1位に直接対決で勝ち越したオリックスはかなり大きい、ロッテの巻き越しはかなり痛いっていうね、この3連戦になりましたけどもね、8日0対2でオリックスっていうところで、オリックスね、山本7回110球4安打4三振2四球無失点とね、非常にグッピチで、ロッテ先発勝ついよ、6回90球6安打2三振無四球2失点と、こちらも非常に良かったけども、ロッテね、自滅、記録にね、残らないミス、本当最近ミス多すぎっていうね、中で、初回ね、太田のツーベースで、森、紅林アウトになるけども、中川がね、センターへのタイムリーツーベースっていうところとね、3回、ワンアウト二塁から森のね、センターオーバーのタイムリースリーベースっていうところあるけども、この2つともね、センター藤原ね、白棒もあって打球見失う、バッと1球目もちょっとスタート遅れたよね、取りに行くの、まあギリギリだったかもしれないけど、こうでも2回目はね確実にね、もうボールが消えたみたいなね感じになっちゃって、でこの2点だけだからね非常に大きかったかなっていうね。で、ロッテはね5回裏のビッグチャンス、ブロンソーそして藤原がね、ヒットにつないでワンアウト一三塁、ここでね荻野の会心の一撃がサードライナーね、ダブルプレー、あのサードライナーね、ブロンソーちょっとあれはね戻りきれないよ、もうあの胸が取った後目の前ベースだったからね、正直あれはね飛び出しっていうところ、あれはちょっと難しいかなっていうところはあるけどもね、運もついてない、しかも山本グッピッチ、カスティーヨも良かっただけにね、
この白もこれ自分たちの球場だからね、これだからねちょっと許されないミスかなっていうね、ところでこの初戦負けたのは大きかった。で続いて9日の試合3対8でオリックスっていうところでね、ロッテはね初回あの石川ツーベースっていうところでもう大雨でねライト野口が打球見えなくて落とすっていうところで、まあ審判の判断もこれ2アウトだったしね、ランナーいなかったからこの回終わったら中断しようって思ってたところもあったからね、ちょっと不運なところもあったけど、まあオリックスからしたらね失点にならなくてよかったなっていうね、まあその後中断っていうところもあったけどね、まあ、あの一瞬だけだったね雨で言うとね。でオリックスはねあの3回このね先頭の内ライト前で太田463ダブルプレー、このダブルプレーの後から茶のレフト前中川センタータイムリーツーベースっていうね、こうちょっと流れが悪くなりそうになった時からしっかり得点してね、1点取るっていうところは流れ的にも非常に大きかったし、で5回にもね、農地がレフト前太田送りバントを決めて茶のアウトになるけども中川センター前タイムリーヒットで森がねまたライトにタイムリーヒットっていうところでしっかり2点取って、で7回に、太田のツーランそして中川のツーランっていうところでね、太田中川頑張って、これ太田ねこれ森ね帰ってきた選手がまた活躍するっていうところがねこのオリックスのね、強さでも、あるかなと。でねロッテは7回裏ね藤原そして荻野がねタイムリー打って反撃するけども、まあ、9回の裏ね頓宮のタイムリーヒットでまあダメ押しっていうところで、まあ、序盤のねこのもう3点そしてもう先制中押しダメ押しがねもうオリックスが超効果的にね取れたっていうところでは大きかったんじゃないでしょうか。でね、オリックス先発宮城ね6回3分の2 120球6安打3三振2球3失点とね、こう7回にね荻野のところでね比嘉に変わるんだよね、比嘉に変わって打たれたけども俺はこのね交代、まあ球数もあるしね非常に交代っていうところは良かったんじゃないのかなっていうね、この後まあ打たれた打たれないよねちょっと結果論でもあるからこれ交代っていうのはね、非常に良かったかなっていうね。でロッテはねこの7回表っていうところで三馬から坂本に変わるんだけどもやっぱね坂本のねこれ対右の課題、対右3割5分7厘、対左ね1割8分8厘で対右には4本もホームラン打たれて対左ねホームラン0だからこれ対右のね対策をもっとしていけばね坂本をもっとできるんでねここがね、ちょっとね、課題になってくるかなっていうね。あとねロッテの守備ねこの5回の中川のレフト前で野口がセカンドランナーから帰ってくるんだけどもこれねレフトね石川が取った時まだ二塁ランナー野口ねサードベース踏んでなかったんだよね、だから2アウトだからもうアウトになってもいいからねちょっとそれだと思って走れと思って回したと思うの、それがね案の定ねレフト石川の送球がそれてセーフになってねこの1点っていうところで、ね、でもう1点取られるからね、ああいったところの守備の送球ねこれ以上だからねキャッチャーブロッキングできないからね、しかも あそこで回られてセーフはねちょっと守備としては痛いよね。で10日3対1でロッテというところでやっぱ3連敗ねしなかったところはまだね望みをつなげる大きかったかなっていうね。でこの試合ねロッテ先発ね種市中5日っていうところでね、まあ、前回も95球っていうところで95でそのまま100球かな球数抑えてきてるっていうところでね、あとやっぱりちょっと先発のちょっと台所事情が厳しいっていうところで、まあ、今回中5日で投げたっていう中でね7回95球4安打7三振2四球1デッドボールの時点と、まあ、球数も少なかったしねストレートフォークのコンビネーションを非常にねグッピッチ、しかもね9勝目キャリアハイっていうところでもね非常によく頑張ってるから、まあねあと一つで10勝だから10勝目指して頑張れっていうね、ところでね、このロッテはね3回に、2アウトからね藤岡ライト前でブロッソーのねレフトスタンドでツーランホームランで5回にワンアウトからね荻野がライト前ヒットを打って、で藤岡の打席で荻野が盗塁、今季初盗塁、荻野グッ盗塁初盗塁やっとですか、まあ怪我もあったからね仕方ないね、で藤岡がねタイムリーヒットっていうところでいい形のね、追加点の取り方で3点っていうね。でまあ9回の表ね増田出てきて頓宮宗ね連続ヒット、これ一気にまたあるよと思ったらね、まあ、セデーの三振、森ファーストゴロでアウトになるけども、若月の時に悪送球で1点というところで、キャッチャー柿野がバーッと。遅いんだよ。遅いの。ね。だからね、もうね、ロッテのキャッチャー陣に言いたい。丁寧にやってるのはめっちゃわかる。見てて。でもね、もう、ブロッキングは最初構えた時と、あとそこから あのブロッキング姿勢にこうなる、形になる判断力、もうここで止めれるかどうか決まるわけよ。ほぼほぼね。丁寧にやろうとしてるから全部が硬いで全部がちゃんとしようとしてる、だからちょっとずつ遅くなる、もうちょっとね、まあ、余裕ないからね丁寧にしようってなるのは仕方ないけども、いい意味での雑さがいる、このなんちゅうかな雑さね、この軽い感じのがいるんだけどね、気持ちはわからんでもないけども遅いんだよ、ね、でここで石ってね、で もしかしてね若月にっていうところでね同点まであった中でね、しっかりね最後松坂セカンドゴロ打ち取ってね、まあ、これ勝ったっていうところは非常にね、大きかったんじゃないでしょうか。結果は2勝1敗でオリックスの勝ち越しでした。
続いてソフトバンク対楽天、8日3対9で楽天、そして9日は、ね、台風接近のため中止というところ で10日11対4でソフトバンク、結果は、ね、1勝1敗の五分というところに、ねなりましたけどね。8日の試合、楽天は、ね早川、6回100球、4安打5三振、3四球3失点と、まあ、5回まで、ね、超完璧な、ねグッピッチングというところになったけども、まあ、6回、ね、3ラン、打たれたけども、まあ、点しっかり取ってくれたんでね、まあ、過小球になって非常に、ね、グッピッチング、序盤の、ね、ピッチングは非常に良かったと思います。でソフトバンク、ね、先発有原、6回120球、10安打3三振、2四球3失点と、まあ、高くね、あと逆球もあったけど、まあ、3失点はね、よく粘ったんじゃないのかなっていうところでね、楽天初回、2アウトからね、大郷がフォアボール、この大郷のフォアボールがね、ちょっと有原痛かったよね。で浅村レフト前ヒットで、岡島がね、先制タイムリーヒットで1点先制して、で3回の表にもね、小保田内野安打、大郷の時にね、小保田が盗塁試みてアウトになって、これ流れ悪いなっていうところでね、これまた大郷がライトスタンドにね、ホームラン、グッパって、ね、こうやってなんか流れ悪くなっても一発でっていうところでね、非常に大きいなと。で6回表にもね、先頭阿部がツーベース、フランコアウトになるけどもね、ここ本当は進塁打打たなきゃいけないんだけど、もうフランコだからまあ仕方ないっていうところでね、で8番辰巳がねセンター前タイムリーね、センターオーバーのねタイムリースリーベースっていうところで、この後炭谷村林アウトでね、ここもう1点取りたかったけどね、こういったところで進塁打打って流れが悪くなるそうなところでも、しっかりその後ね辰巳が打ってね、追加でグッパッて先制中押しダメ押しっていうところでは非常に良かった。まあその中でね、6回裏近藤にね、レフトスタンドで逆方向スリーランホームラン打たれて、をどうなんのかっていうね、ところはあるけどもね、7回にね、小深田ライト前ヒットで、小郷が送りバントを決めてワンアウト2塁で、浅村敬遠してね、でワンアウト1、2塁になったところで岡島デッドボール、この時ねピッチャータウラに変わってるんだけど、このデッドボール痛かったね正直ね。でその後ね、又吉が出てきて6番阿部ワンアウト満塁からね、アウトコースのカットボール引っ掛けてショートゴロ、6-4-3ダブルブレーカーと思いきや、ショート今宮セカンドへの送球が若干ね逆シングルにねそれる、でそこからのファーストスロー若干遅くなってダブルプレー崩れで、これが決勝点っていうところでね1点入って、ここねワンテンポ遅れてゲッツいけたやろうっていうね。で9回にはねもう怒涛の阿部タイムリー、鈴木、押し出し、そして辰巳押し出し、で炭谷タイムリーで、小深田の内野ゴロに1点入れるっていうところで、5点ね、押し出し2回だからね、ここら辺武田バッ、まあ、これも勝負ついたっていうところはあるけどもね。でソフトバンクは5安打でね、まあ、今度のスリーランあったけどもちょっと打つ手なしっていうところで、3対9楽天のね、勝ちっていうところになりましたね。で続いて、9日中止でね、10日11対4でソフトバンクっていうところで、ソフトバンクはねこのね3この日3回裏で先制するんだけども、先頭回がねレフトスタンドでホームラン、回グバッティね、でその後にねホームラン打つだけじゃなくて、1番三森に帰ってセンター前で、ここでね三森が盗塁をして、で牧原しっかりセカンドゴロのね、進塁打、柳田が犠牲フライっていうところでしっかり2点目食って、この流れ最高だね。こういったところでしっかりね着実に最初のうちはね点を取っていくことが非常に大事かなと。で5回裏にもね今宮ツーベースで、甲斐がねしっかり送りバントを成功させるんだけども、ここ若干小フライになるんだよね。小フライになるところをね、甲斐はねキャッチャーがね前に出ないようにワンテンポ遅れてスタート、ぐっそり、あれマジだみたいな、あれはね、本当、多くの人にね、真似してほしい、ま、もう、上げちゃったの、仕方ないじゃん、ミスした時に、キャッチャーに取られないように、ワンテンポ遅れて、キャッチャーの前に入るんだよね、あれがわざとできたらね、もう完璧、あれね、キャッチャー先出ちゃって、当たっちゃったら、守備妨害になるからね、で、早く行き過ぎても、キャッチャー後ろから来られるから、ワンテンポ遅らして、キャッチャー出そうになった時に、ちょうど出るっていうね、このね、タイミング、はい、ナイス。でね、そうしっかりね、出たことによってキャッチャーも取れない、ピッチャーも取れないというところで落ちて、でこの時のね、セカンドランナー今宮ね、グッソーレ、ナイスソーレ、あのね、判断良かったよ。かなりね、テレビに映ってたけど、かなりこの微妙なね、ところになったけども、そこで、ね、止まるっていう判断もね、あったと思うの。それはそれで間違いじゃなかったと思うけど、しっかりね、走ったっていうところではね、非常に大きな走塁になったと思います。でワンアウト三塁になってから三森がねタイムリースリーベースで、牧原が犠牲フライというところでしっかりねこれ追加点も2点取って4対3になるのは非常に大きかったし、でソフトバンクは楽天はね6回表大郷の、ね、犠牲フライで1点返すけれども、すぐねこの点取られてもすぐ取るっていうところでは今日のねこの日のソフトバンク打線非常に良かったかなと。で6回裏ね近藤のホームランで、今宮のタイムリーでね2点倍返したっていうね2点取って、で7回表にも、フランコのねレフトスタンドでスリーランホームラン、楽天を打って6対4と2点差にするんだけども、7回裏にね近藤のレフトオーバータイムリーツーベースで、シュートがねその後ノーアウト2、3塁から見事ここねスクイズを決めてね
非常に良かったなっていうね、ところでは非常にね、こう取られてもすぐ取るっていうね、8回でもね、谷川のところでね、牽制悪送球あったりとか、パッとでタイムリーヒットで、シュートのねタイムリーヒットっていうところで11対4、まあ完勝っていうところもあるけども、このね非常に2回のホームラン打った後でもね、進塁打、そしてね犠牲フライで1点取ったりとか、5回のねこの、回のねバントミスしたけども、それをね大事にならないようなあのね一瞬、あれわざとやってると俺は信じたい、できた、完璧なねこの後処理のね走塁っていうところは非常に良かったんじゃないでしょうか。まあ、結果ね大差になったけども、まあ、この試合ね、楽天先発マー君ね、5回3分の1、84球、7安打2三振、2四球、1デッドボール、6失点と、もうあの、まあ、オセロのようにね、勝ち、負け、勝ち、負け、勝ち、負けみたいになってるけど、これ、負ける時のね、負けっぷりがちょっとえげつらいね、だから悪くなるとね、もうそのね、悪い中でちょっと歯止め効かなくなって、ドドドっていくところがね、ちょっとね、この悪いながらも勝つっていうところのね、できないところが最近ちょっと苦しいピッチングになってるかなと。でソフトバンクね、先発和田5回3分の2、92球、3安打4三振、無四球、1セットボール、1失点と、42歳以上でね、リーグ初勝利っていうね、だから42歳以上でパ・リーグでは初勝利挙げたら初めてだったね。でもまだまだだからね、ここからどんどんいろんなところ更新していくと思うから、ね、松坂世界最大のね、最後の選手、和田ね、頑張れ、クピチ。まあ、結果はね、1勝1敗の5分っていうところになりましたね。さあ続いてセ・リーグ、 DeNA 対中日、8日7対4で DeNA、 9日8対2で DeNA、 10日5対1で DeNA、 DeNA3連勝、ここに来ての3連勝はしかも大きい、今最下位中日にね落とすわけにいかないっていうところで、この A クラス争いの中ではこの3連勝はね非常に大きかったんじゃないでしょうかね。8日7対4で DeNA、 DeNA 先発今永ね、6回111球7安打9三振4四球4失点と、まあ、初回で4失点も尻上がりね、ストレートのキレがどんどん増していって、まあ、その後ねランナーも出しながらも粘りの投球っていうところではね非常に良かったんじゃないでしょうか。あそこでねバタバタバタって崩れたらね、この試合負けててもおかしくなかったね。で中日先発小笠原ね、6回3分の1100球6安打2三振4四球1デッドボール6失点と、まあ、一発攻勢と味方のミスで敗戦っていうところでね、まあ、中日は初回4連打を含むつながりでね4得点取っただけにっていうところでね非常にね、痛い敗戦に、なったかなというね、まあ、その中でね、ドラゴンズはね初回岡林内安打、大島ライト前ヒット、細川レフト前タイムリーツーベース、市川がねセンタータイムリーツーベースで、しっかり得点して宇佐美ビシエドアウトになるけども、ツーアウト2塁からね高橋周平が、ライトへのタイムリーヒットを打ってしっかり4点取ってね、これはめちゃくちゃいい流れと、でしかもね、初回ね、小笠原で DeNA の攻撃、佐野ライト前で宮崎フォアボールでワンアウト一塁ピンチ作るけどもね、牧外しっかり打ち取って、で2回はね三者凡退で、3回にもねフォアボール出すけどもしっかり抑えてね、かなりいい流れテンポでね来た中で、4回裏先頭牧フォアボールで、ここ痛かったね。でその後外がねレフトへツーランで、その後太田もねホームランというところで、一気に3点というところでね一発攻勢1点差になって、まあまだどうなるか分かんないというところでね、5回裏ワンアウトからねコアラのサードゴロ、石川がねファンブレーラッパッと、でその後ね宮崎は三振取るけども、牧がねライトにタイムリースリーベースというところで、ここでねライトの細川ちょっとねフラフラしながらちょっとこう後ろを追いていくんだよね。ここねフェンスにすぐついてれば取れたんちゃうかっていうねところあるけども、若干の追い方はねどうなんやっていうねところもあって、まあこうね同点になるんだけども、でね、DeNA は、7回ぐらいにね、桑原デッドボールで、宮崎のねショートライナーでワンアウト一塁から牧がね、タイムリーツーベースっていうところでね、ここね、キャッチャー宇佐美ねこれファールフライ取れずね、エラーじゃないけども落下点いくの遅いっていうね、これどうなんや取れたんちゃうかっていうね、どうですか皆さん。でその後ね牧がツーベースを打って、こう取ってたらねひょっとしたらここの回も1点ね入ってなかったかもしれないっていうところでね、牧がでその後ね、太田がツーアウト2塁からねレフトへタイムリーヒットっていうところで0点だったかもっていうところでね、こう2点で6対4で、8回裏ね、佐野のセカンドタイムリーっていうところでね、セカンドね高橋周平ちょっとね球際ポロリっていうところでね、このタイムリーワンアウト2塁からね、あそこも球際っていうねところでは若干そのねこうエラーじゃないけどどうなんやっていうところがね、こと試合に影響したかなっていうところで、結果はね7対4 DeNA のね逆転勝ちっていうところになりましたね。続いて9日8対2で DeNA っていうところで、 DeNA 先発バウアーね7回108球4安打10三振無四球1デッドボール無失点っていうところでね、中後でこのピッチング素晴らしいナイスピッチングで、 DeNA はね初回先制っていうところでね、このいきなりパスボールだからね、
DeNA はね、先頭巻きフォアボールで桑原 セカンドフライでアウトになるけども、宮崎の時にね、宇佐美パスボールバッ普通のノーパで、その後宮崎がねタイムリーヒットっていうところで相手にミスをついてね、しっかり先制っていうね、中でドラゴンズはいきなりミスだが、ちょっとミス多いよね最近ね。まあこの1試合目もそうだったけどね、まあ記録に残らないって言ったら俺はどうなんやと思うけど、皆さんの判断次第そこはね。で、3回にもね、これバウアーのフォアボールからだからね、先頭バウアーフォアボールで、佐野桑原アウトになるけども、2アウト1塁からね、宮崎センター前で、牧がねレフトへタイムリーヒットで行って、で4回裏にはね、下位打線から太田がツーベースで、伊藤光ライト前ヒットで、京田がレフトへタイムリーで、バウアーがねここで送りバントをしっかり決めてね、佐野がタイムリーね、でその後牧がタイムリー、外がタイムリーっていうところで一気に5点7対0。もうこのバウアーにこんだけね、あのしっかり点差があったらもう楽勝だなっていうね、ところで、で6回でもねダメ押しだけども、2アウト3塁、牧がねセンター前タイムリーっていうところで、まあね、この初回は相手のミスからしっかり得点する、で3回はねバウアーのフォアボールからきっちり得点で、4回には下位打線から始まって、バウアーがしっかり送りバントを決めて得点ね。で6回には最後ね、牧が4番でね、まあ牧もずっと打ってるけども常にタイムリーっていうところでね、牧が4番の働きで返すっていうね、宮崎が4打数2安打1打点、牧がね4打数3安打3打点と完璧な試合展開だったんじゃないでしょうか。ドラゴンズはねもう完敗です。はい、10日の試合、5対して DeNA っていうところでね、この中日ね、この2回のね、この2回表、ビシエドがねレフト前ヒット、高橋ライト前ヒットでノーアウト一塁になって、石橋のね送りバント失敗、1号タッチアウト、もうこれが全てやな結果的に。これしっかり送りバントを決めて、ここで最低1点でも取ってたら状況はね大きく変わったと思うけども、ここ無得点に終わったことによって、2回の裏牧ツーベース、外ライト前ヒットで、ノーアウト一三塁から京田がタイムリー、山本送りバントをねこちらノーアウト一塁しっかり決めて、林がねライト前タイムリーヒット、なんと林はね、自身初のタイムリーヒットっていうところでね、グッパッて、ね、中日は送りバントを決めれなくて得点できないね。で、DeNA は、連打の中でしっかりね山本が送りバントを決めて、しっかり3点取るっていうね、これ違い、これがねあのそのまま試合結果っていうね。で、5回の表にね岡林のツーアウト2塁からタイムリーヒットで1点返してね3対1、まあ、どうなるか分からないところで、 DeNA はねすぐさま5回裏にね浜口がツーベース、浜口グッパッて、浜口ツーベースで、ワンアウトから浜口ツーベースで、佐野がアウトになるけども、太田フォアボールで、関根がライト前ヒット。で、ツーアウト満塁からね、牧がライトへタイムリーヒットっていうところでしっかり2点を返すっていうね、浜口、グッパッティング。ピッチングも良かったけど、グッパッティング。で、DeNA 先発浜口ね、9回111球、7安打5三振、1球1点と、まあ、フォアボールが1個っていうところも非常に大きいし、ツーボールがね、そもそも少なかったなっていうね、しかもツーボールになった時もあったけど、なってもしっかりそこからね、粘り強くない切れた。特にね、ストレートとチェンジアップのコンビネーションっていうところで非常にね、グッピッチだったんじゃ、ないでしょうか。で、週2先発中地ね、6回103球、8安打5三振、2四球5失点とね、いうところで、この今の DeNA 打線のね、つながりっていうところにもやられたかなっていうところもあるし、まあその中で言うとね、やっぱこの5回の裏ね、浜口に打たれちゃダメよっていうところのね、こう失点はちょっともったいなかったかなっていうね。だからドラゴンズはね、この3連敗したけども、結局ね、なんかミスっていう、攻守にわたってミスっていうところがね、全部 DeNA にね飲み込まれちゃったかなっていうところになりましたね。まあ、結果ね、DeNA の3連勝でした。続いては巨人阪神、8日6対7で阪神、9日2対5で阪神、そして10日2対5で阪神、阪神の3連勝。この3連勝は阪神にとってもでかいし、巨人にとってもでかい。まさかの3連勝するとはっていうね、ところでは非常にね、阪神の強いところがね目についただけの試合展開に、ねなりましたけども、巨人ファンの皆さん見てくださいね。はい、8日6対7で阪神というところで、巨人先発菅野ね、2回3分の2 74球7安打3三振2四球1デッドボール5失点と、まあ、菅野が悪いのか阪神打線がすごいのかっていうところもあるけどもね、もうちょっと菅野も投げてみないとわからない投手になってしまうのかっていうところではね、この早期降板というところはジャイアンツにとっても痛かったんじゃないでしょうか。で、阪神先発西純也ね、6回100球4安打7三振3四球4失点と、もう二刀流発揮っていうね、まあ、自身のね、打撃でも助けるけども、まあ、援護にもね、非常に恵まれるっていうところでは非常に良かったかなと。で、阪神はね、いきなりもう初回からね、得点しっかりね、ワンアウトから中野ライト前、森下フォア、内野安打でね、ワンアウト1塁になって大山がね、センターのタイムリーヒットでしっかり1点取って、で2回の表にもね、ワンアウトから木浪がツーベースで、西純也アウトになるけども、近本フォアボールで中野もタイムリーヒット、この下位打線、これ木浪からの上位への流れがねすごいんだよ。でまた近本帰ってきてからのこの近本中野がもう最強みたいなね、この流れ12球団一番やばいんちゃうかっていうね、
で3回ワンアウトからね、ノイジー、ツーベース、4名のデッドボール、木浪アウトになるけども、なんとツーアウト1、3塁から西純也がセンターのタイムリーヒット、西二刀流、ね、でその後ね、ピッチャー菅野から今村に変わるけども、近本がね、タイムリースリーベースっていうところで3点取って、もう5対0、これでほぼほぼ決まったよね。でも巨人もね、4回裏、長野のねツーランホームランで、6回の裏にね岡本のツーランホームランで、一気にね5対4とここまでね踏ん張ってくるんだけども、8回ね、ワンアウトから中野がセンター前で、森下がね、フルカウントから右中間にツーランホームラン、これアウトコース結構いい球だったけどね、高梨っていうところでね、これでライトへホームラン打って、7対4、8回にね、ピッチャー岩佐が出てきて、先頭吉川がフォアボールで、中山がライト前ヒットで、ノーアウトね一三塁になってから、アキーロがねレフトへタイムリーヒット、ここね左なかなか打たないんだけど、これねいい形でバットの先でねレフトへ落として、でノーアウト一塁からね、ピッチャー岩佐から馬場に変わってね、この時点で、7対5、2点差っていうね、でノーアウト一塁で、こう調子のいい岡本がね、左中間に抜けるねタイムリーツーベースっていうところを打つんだけども、なぜか一塁ランナーアキーロがホームへ狙ってアウトになってね、でワンアウト二塁で、岸田がレフト前ヒット打ってワンアウト一三塁になるんだけども、ここからケラーね、長野をね、サードライナー、そしてブリンソン空振り三振っていうところでね、7対6、この1点差を勝ち切るっていうところもあったけども、ケラーグッピチ、ね、このサードライナーっていうね長野のところもついてないけども、でもなぜ秋広もあった、7対ね5から岡本のタイムリーで、しかもノーアウト、俺はツーアウトだったら回っていいと思うのよ、でもノーアウト、あの状況で三塁ストップしてればノーアウト2、3塁で1点差、最低でも同点に追いついて、うまくいけば逆転できたと思うんだよ。コーチャーもそうだけど、なぜ回した、これはねかなり大きなねプレーで、ホームね上野のタッチも良かったけどね、中継もね良かったけども、あの中継ミスしないとアウトになっちゃうのはノーアウトで絶対回してダメよ。中継ミスしたらセーフになるかも、はツーアウトだったらいいけどね、この前のロッテ戦でね言ったけどもね、ツーアウトで回ってきてそれでね、これはねコーチャーの判断もねバーッとだったね、これ大きかったね。で結局7対6でね阪神の勝ちっていうところで言うと、こういうねミスもねしっかり止めていかなきゃいけない中ではね、非常にね阪神がねいいところで勝ち切って、まあ、ケラーもよく踏ん張ったなっていうところでありましたね。続いて、9日2対5で阪神というところで、巨人グリフィンね、阪神ビーズリー、どちらもねゲーム作って非常にグッピッチングだったけどね、阪神先発ビーズリー5回68球3安打7三振無四球無失点ね、巨人先発グリフィン7回99球5安打7三振2四球1失点とね、非常にいいね、先発投手ね、ゲームを作ったっていうところでもあるけども、まあ最後はね延長っていうところで阪神が勝ったんだけども、まあ巨人はね、まあ阪神巨人ね6回まで0点でいって、終盤どうなるかっていうところで、阪神はね7回表に、ワンアウトからノイジーフォアボールで、サトテルのところでね大走者まだで、サトテルライト前ヒットで、ワンアウト1塁から上野のね、先制タイムリーヒットっていうところで、まあ1点ね、取るんだけども、このね7回裏ね、ツーアウトからブリンさんのねレフトフライ、なんと島田が落球で、その後代打中田翔がツーランホームラン、昨日はねその走塁のミスで巨人が負けたけども、今日はこの阪神のミスで巨人が勝つのかなっていうね、完璧流れやったと思うけども、8回にねツーアウトからなんと中野がね、鈴木からライトスタンドへホームラン、中野グッパッティング、島田を救ったホームラン、これは完全に島田ありがとうって言ったと思うよ、本当助かったっていう、しかもツーアウトからだからね、しかもホームランでねすぐ追いついたっていうところも大きかったしね。で、11回の表にね、阪神はビーディーからね森下フォアボールで、大山ライト前ヒットで、ノーアウト一三塁から島田がねショートゴロアウトになるけども、サトテルね敬遠で満塁になってから梅野をねセンター前ヒット、まあ、センター前ヒットっていうかね、カンちゃんみたいに落ちちゃってんで、ブリンソンがサード投げてねアウトになったからセンターゴロになってるんだけども、でその後木浪がねタイムリーツーベース一気に3点取って、まあ、5対2でね阪神が勝つんだけども、結局ミスジャイアンツ、結局ブリンソンみたいなね、まあ、この試合ね、結局はねこの5回裏のね、ワンアウトからブリンソンねセンターヒットになってるけども、確信歩きでね最上段当たって、フェンス直でね、あんま近本もね非常にねバックアップクッションうまかってね、セカンドスロー良かったけども、これセカンドまで楽勝できたのよ、でそれいかなくて確信歩きでシングルでしょ、もう流れとか雰囲気悪くなっちゃう。でこのね11回の表もこれいろんなところで見たんだけど、守備位置やっぱ分かんなかったんだけど、ワンアウト満塁で延長でしょ、絶対定位置じゃないはずなのよ、前進守備なのよ、前進守備であの目の前にポトッとあの打球落ちるか、
もしくはチャレンジしていこうよっていうね、どうなんやっていう、あの消極的な守備は一歩も遅かったんちゃうん、前進守備取れねえんの、どうなん、ジャイアンツファンの皆さんどうですか。ちょっと映像でちょっとお会いきれなくて分かんなかったんで、ね、あの革新的なことは言えないんです、疑問符だけになっちゃうんですけどね、どうですかみたいなね。できっちりね、阪神はしっかり仕事をして、5対2で勝ち切り、これ痛いよね、ちょっとこのミスね、ミスっていうか記録に残らないミスだけどね、まあ、でもこれ全てを救ったのは中野のホームランでね、中野グッバッティング、ね、で10日2対5で阪神というところで、阪神先発才木ね、7回3分の1、117球、8安打7三振、2四球、2失点と、いうところでね、非常に勝ち投手、グッピッチングだったと思います。でこの試合ね、もうこれもね、面白いのよ、もうこの試合ね、巨人はね、先発戸郷というところで、6回3分の2、129球、6安打7三振、2四球、3失点とね、やっぱりここで戸郷で止めきれなかったのが痛いよね。で巨人はね、3回裏に長野がツーベース、戸郷はね内野安打っていうところでノーアウト一三塁からね、吉川のダブルプレーの間に、まあ、1点ね最低限でも取って先制して、このまま行くかと思いきや7回表にねノイジーがフェンス直撃のツーベース、ノイジーこれ前日のブリンソンと全く一緒、フェンスね最上段部当たってるんだよ、でもしっかり走ってツーベース、ノイジーグー、まあ、当たり前なんだけどね。でその後ねノーアウト二塁からノイジーに代わってもここダイソーね島田が出てるんだけども、梅野のね、ピッチャーゴロ、戸郷がねサードへフィルダーチョイス、これ若干引っ掛けたんだよね、これちゃんと投げてればギリギリアウトかも分かんなかったけども、引っ掛けてねそれたことによってセーフっていうところでね、でノーアウト一三塁になって今度ね木浪の時に戸郷がファーストで牽制した時に、中田がポロンチョと牽制こうへんと思ったんかな、もうそれしか考えられないけどね、ファンブレーラーっていうところで1点入って、でその後ねあの木浪三振で最近のね送りバント失敗でアウトになるけども、なんと近本があそこで空前にフォークボール見逃して、次インコース来ると思ってましたって言って狙い通りのインコース来てホームラン、ライトスタンドツーラン、グッパッてでね、巨人は8回ぐらいね坂本のホームランで1点差に追いつくけども、まあ、9回の表にね、原口がね、高梨からツーランホームランを打って、5対2とね、しっかり、勝ち切るっていうところでは、やっぱりミス大きかったね。このジャイアンツやっぱり3連戦ちょっとずつのやっぱりこのね記録に残らないもそうだけども、ミスがしっかりあって、でそのミスをねしっかり阪神にね物にされたっていうかね飲み込まれちゃったっていうね、しかも阪神はノイジーはねしっかり走ってるっていうところではね全然違う感じに、ね、なっちゃった、まあ、この3連勝はね非常にこの時期に来て大きかったんじゃないでしょうか、ね、そしてですね、この動画の一番最後にですね高梨に対して一言、そして里照に対して一言申しますので、ぜひ最後まで見てください。続いてヤクルトは広島、8日5対4でヤクルト、9日11対5でヤクルト、10日13対3でヤクルト、ヤクルトの3連勝、広島3連敗、ここに来て3連敗痛い、しかもその裏で阪神が3連勝してて DeNA も3連勝してる、痛い、せっかく10連勝してきたのにみたいな、最低でも1回勝たなきゃいけなかったのに全部、9日10日ポロ負け、痛い、ヤクルト佐々木20連勝現実で降りてくるんじゃないですかね。ということでね、8日の試合、ね、5対4でヤクルトというところで、広島は、ね、西川が7月11日以来の復帰というところでね、これ初回ねワンアウト一塁から、ね、秋山のタイムリーツーベース、そしてワンアウト二塁から西川がタイムリーヒットを打って、ね、2点先制、ここでかなり、ね、いい流れになると思ったけどね、でしかも2回の表にも、ね、坂倉がホームランを打って3対0完璧な試合序盤流れだったけども、広島先発クリね6回115球6安打2三振5四球4失点と、まあ、2回もね2つのフォアボール絡むっていうところで、まあ、制球甘くなってね、あのなんか状態だけで投げてるかなって、ちょっと下半身うまく使えてないかなって、しかもねちょっと制球ばらついたからストライク取りに行ったんじゃないのかなっていうところでね、ちょっと緩さ感じたかなっていうね、気のせいかなどうなんだろうっていうね、その時のところはありますけども、この2回の裏ね、サンタナ、フォアボール、内山がねツーベースを打って、で長岡の犠牲フライで中村がフォアボール、石川送りバントを決めてツーアウト2、3塁からね塩見がレフトタイムリーヒットっていうところで3点、これ2つフォアボール絡んでるからね、ここしっかりできてればっていうねところもあるけども、で3回のはね村上のホームラン、村上グッバイ、ね、で一気に、勝ち越して、で7回の表にね広島はここはね2つのフォアボールで、なって、しかもね、山本の悪送球、まあ、悪送球って言ってもだね、こう中村の股の下抜けるからね、バッとパスボールに近いっていうね、ところからツーアウト一三塁から小園がねショートへのタイムリー内野安打っていうところで同点になるわけ、いやこの流れでってねいうところなるけども、7回裏、ね、先頭塩見です、フォアボール、
でここでノーアウト1塁から宮本の打席、坂倉パスボール、バッとパスボール返し、パスボール返し、せっかくミスで同点にしたのに。で宮本ね、送りバント失敗するんだけども、バッとここできっちり決めてなきゃっていうね。でもその後山田がレフトへタイムリーツーベース打って勝ち越してね、5対4で勝つんだけども、まあこれね、山田が打ってくれたからいいけど、宮本そこでねミスをミスで返しちゃダメなのよっていうところではねあるし。でこの試合ね、ヤクルト先発石川ね、5回3分の1、76球6安打、三振ゼロの無四球三失点っていうところでね、無四球っていうところが非常に良かったし、しっかりね、踏ん張れたんじゃないのかなっていうね、無駄な失点がね、なかったっていうところではね、まあ、このね、勝ちにつながるピッチング、できたんじゃないでしょうか。逆にカープはね、ミスで得点もらって、ミスで返すっていうところではね、やっぱこのね、阪神、巨人戦見てても、やっぱミスっていうところがね、まあ、中日 DeNA のね、やっぱ3連勝、3連勝3連敗で、やっぱね、ミスが絡んでくるね。そういったところではね、この初戦の敗戦というところはカープにとっては痛かったですね。続いて9日、11対5でヤクルトというところで、いきなり3回で8点差はカープきついぞという中でね、ヤクルト先発ロドリゲスね、初登板初先発というところで、5回89球、6安打6三振、1四球1失点とね、非常にね、この角度あるピッチングっていうかね、まあストレート、カット、ナックルカーブ、スライダー、チェンジアップっていうところで、ストレートはね、150キロ前後っていうところもあったけども、角度もあってね、あと球持ちいいっていうところでね、非常に初見ではね、ストライク先行でも勝負できたし、なかなかね、仕留めきれなかったんじゃないのかなっていうね、ところで、まあカーブはね、もうね、小さなミスが命取り、もうね、この試合もそうですね。2回の表ね、ヤクルト、サンタナがツーベース、中村が送りバントを決めて、北村がね、ライトに犠牲フライ。で、3回の裏、ね、ワンアウトから塩見レフト前ヒット、で、浜田がフォアボール、山田がね、デッドボール、このデッドボール痛かったね。ワンアウト満塁から村上がセンタータイムリーヒット、で、サンタナがね、ピッチャーゴロ、森のね、グラブを弾いて悩んだけども、これ、ピッチャーゴロ取れたで、これ、ピッチャーゴロ普通に取ってたら、163ダブルプレーで、まあ、このね、イニング、多分2失点しかしてなかったから、まだどう状況になるか分からなかったところをね、そのピッチャーゴロ取れないで悩んでしてしまって、その後ね、中村タイムリーで北村にね、満塁ホームラン、北村グッバッティングね、この春先の動画で、このヤクルトの北村いいよねっていう動画を佐々木チャンネルでね、多分上げてると思うのよね。3打数2安打6打点1ホーマー、しかも満塁ホームランで、初ヒットが満塁ホームラン、グッバッティング、非常に素晴らしいっていうね。でもこの広島ね、このサンタの時のピッチャーゴロの森のね、ピッチャーゴロ取れなかった、小さなミスが命だね。2失点で終えるところを結局7失点で8対0っていうね。5回にね、広島は上本のタイムリーで1点取るけども、取られたらすぐ取り返すっていうところで、5回の裏にはね、また村上がホームランで、北村がね、タイムリーヒットっていうところで2点で、6回の表にもね、すぐ取るぞっていうところでね、デビッドソンがタイムリーヒット、琴野がね、内野ゴロの間に1点取って、また2点取るんだけども、6回裏にね、竹岡のダブルプレーの間に1点取るっていうところで、しっかりね、取られても取り返す、8点あっても油断せずに取られても取り返すっていうね、ところの打線の流れ非常に良かったかなと。で7回表にはね、西川坂倉がね、連続ホームランで5点取るけども、まあ、時すでに落とし11対5っていうところでね、非常に、ヤクルトとしては完勝だったんじゃないでしょうか。広島はね、まだ2戦続けて小さなミスが命取り。そして、10日の試合、13対5で広島っていうところになるけどもね、この小さなミスが命取り、もうこのね、ヤクルト対広島のね、お題、小さなミスが命取りです。はい、初回ね、塩見レフト前ヒットで、内山のセーフティーバンのセーフ、内山グッドセーフティーね。で、ノーアウト1塁からね、山田のショートゴロね、矢野がセカンドに投げたら菊池がね、この捕球ミス、バッと合わせたかな、ファースト多分な、ダブルプレーは無理だった、感じ的にタイミング的にね。でノーアウト満塁になって村上タイムリー、サンタナ、スリーラン。でもそれで終わらずね、中村、北村が連続ヒットっていうところでね、でツーアウト一三塁から塩見がレフトタイムリーヒットっていうところで一気に6点、これなかなか厳しい。しかもこのね、3回裏のね、内山のね、センタータイムリーヒット、この7点目がね、結局めちゃくちゃでかかった、この6点で終わらないでね。で、広島はね、6回表に堂林のね、タイムリーヒットで、9回にはね、大森のツーランホームランで3点取るけどもね、ヤクルトは6回裏に中村のタイムリーヒットで2点で、7回裏には、塩見のタイムリーヒットで、村上のね、またレフトスタンドでスリーランで4点取って、結局13対3で完勝です。でもその中でね、広島ね、佐々木今年ね、一押しだったね、増田投手ね、2回28球ノーヒット4三振無四球無失点、非常にストレートフォーク良かったね、特にフォーク良かったね、腕の振りも良かったしね、ここね、このまま頑張ってね、終盤に向けての戦いでね、戦力になれればと思っています。結果ね、ヤクルト打線のね、打線大爆発っていうのはあったけども、結局広島のね、小さなミスから大量失点っていうところではね、非常に痛い試合展開になったんじゃないでしょうか。結果はね、ヤクルトの3連勝でした。
さあ最後にですね、選手の皆さんに里崎から激励のファイティングコメントです、はい、まずは、ジャイアンツ高梨投手ね、まあ近本選手にねデッドボールを当てて、まあ、骨折っていうね事態になって、まあそれ自体はねそれはもう近本選手にね申し訳ないっていうところはあるかもわかんないけどもね、まあ、これはもうね勝負だからね、それわざと当ててそれ骨折だったらそれは問題あるけども、わざとじゃないわけじゃんね。その中でそれはね俺だってコリチョンなかったから突っ込まれて2回も肋骨骨折したけども、その選手が憎いなんて思ったことはないわけよ。タフィーとね乱闘になったり、リンデンと乱闘になったりとかね、いろんなことあるけどもね、心の底からねその憎いとかっていうのはね、その乱闘はね若干はっていうのはね正直あるよ、なめんじゃねえぞっていうのはあるかもわかんないけども、そのデッド俺だって頭4回デッドボール当たってるからね、俺山口和夫さん151キロ頭デッドボール当たってるからね、ね、とかでもそれはもうわざとじゃないわけじゃんね。わざとじゃないってなったらさ、まあ、それをさ引きずってても自分が損するからね、そんな弱気にならないでね、それはね、それでもそれで弱気になってね、これ原口とかでもホームラン、まあそれが理由じゃないかもわかんないけどもね、こうなってくるとね、こう阪神の思うつぼになってくるわけ、プレッシャーかけてきてね。だからもうねそんなもん、俺がキャッチャーだったらどやしてるよ、もう一回当ててくれよ、もう一回当てるぐらいで来いみたいなね、厳しく構えて、何かあったら俺が助けてやるから来いこらっつってね、言ってる可能性は十分あるけどもね、もうあの細かいこと気にしててもそんなも勝負になんないからね、もっかわってたっていいやないかとね、わざとじゃないんやから、それぐらい厳しく投げないと今の近本は抑えれないよね、正直それだけいいバッターよ、厳しくいかないと抑えれないわけよね。でそれで抑えれるようになったらいいじゃん、弱気になったら終わりだよ、ここ勝負だからね。もう一つね、一回り大きくなるためにはそんなねもうビビってたらダメ、どん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 強気で向かっていく姿勢ね、顔が死んでるよ多少ね、俺はキャッチャーだったらかなりドヤしてると思うけど ねわざとじゃないんやから、思い切って攻めていかなきゃ良さ消えるよ、外ばっかりの出し入れで良さ消えるよ、ここインコースしっかり投げないと、当てたら当てたらで仕方ないやんな、わざとじゃないんやからね。それで骨折するかもわかんないけど、それはもう勝負してる人間にとったらそれはもう仕方ない事実じゃんね。それはもう何があってもそれは怪我する可能性はあるよ、勝負してんだからね、わざとじゃないんだから思い切っていかないと、そんなこと言う気になったらね、ジャイアンツのここからの勝負ね、高梨非常に大事なところ投げていくんだからね、ここ人間としても野球選手としても大きくなるチャンスだからね、ここビビってたら終わりよ、もっかってたっていいや、なんて言われたっていいや、チームメイトに守ってもらえってね、そこら辺はね気持ち入れ替えてまた頑張ってもらいたいと思います。続いて佐藤輝明選手ね、フォロースルーで大城の頭にね当たっちゃってね、気にすることないね、いやわざとだったら問題よ、わざと頭に当ててやろうと思って振ってたら問題だけども、それはもうわざとじゃないんやからね、そう仕方ない中での当たったことはもうキャッチャーがどうにかするしかないので、大城の肩を持つとしてれば里輝ね、俺の記憶上そんなに当たったやついないからで、そこまで大きく来ると思ってなかったっていうところはあるかもわかんないけども、今回こうなったっていうところでね、それはもう来るかもしれないっていうところはもうキャッチャーがそこを予防せなって、もうどうやって技術とかでねこうかいくぐって当たらないようにするしかないわけね。だからもう近づくちょっと離れるとかね、わざとじゃないんやから、こっちのもねわざとだったら大問題だよ、よし空振りして大城の頭狙ってやれみたいなね、でもわざとじゃなかったら仕方ないんだから、ただねいろんなことがあったらボールデッドになって戻ったりもねするかもわかんないけども、別に当たったからってね選手が退場になるわけでもなければ、それがねボールだったのがあのストライク、まあストライクか、空振りしてるんだからね、別にそうなったからってバッターがアウトになるわけでもなんでもないよ、三振しなかったらね、だからねそんなこと気にしなくてもいいわけだから、ガンガン振っていけばいいし、それを当たらないようにキャッチャーはどうにかするしかないから、それはもうキャッチャーの技術だからね、そういったところではね、まあ、当たったことによってね謝るっていうことは必要だしね、そういう態度を見せてたことはね非常に良かったと思うけど、その後のことはね気にしなくていいよ、それを頑張ったね気にして小さくなったら打てなくなったら困るからね、そういったところはもう思い切ってね、だったらなったで仕方ないやって、あとはキャッチャーが避けるだけっていうね、気にするだけっていうところもあるんでね、サトテルね気にしないでホームはしっかり大きく取ってね、今の打撃をね維持するように遠くに飛ばしてね、自分の力を発揮して、阪神の優勝にね近づけるようにね、サウステルの力がね、サウステルノイジーが俺はキーマンやと思ってるからね、大事だと思うんでね、気にすることなく頑張ってください。で阪神さんファンの皆さんもね、タイガースファンの皆さんもお互いわざとじゃないんだからね、ガチャ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  いがみ合っててでもね意味ないんで、ここら辺でねクールダウンしていきましょう。ということで佐々木の総チェックおしまいです。皆さんからのご意見お待ちしております。